退屈しない、そなたの朗読は、楽しい。あんたに朗読が必要なのか疑わしいわ。あんたはもうすでに、すべてを知っているように見える。そなたと対話をしているから、その思考に至るだけだ。我が思考は、八百万を束ねて超える。人の子には、まるでそう見えるだけに過ぎぬ。されど、そなたがいなければ、思考する力さえない、か弱き病人に過ぎぬ。最初からそういえば、もっと素直に朗読を引き受けてやったのに。私の機嫌が良くなっただけのこと、浮かれるな。私はお前の命などしおり代わりに挟んだまま亡出する木の葉よりも軽んじているぞ。続きを読んでください、お願いしますって解釈するわ。 OK？ 退屈しない、そなたは巫女として優秀だ。とにかく第4のゲームでベアトとお兄ちゃんに何か確執があったことは間違いないの。このベアトを知ることは真相に至る鍵の一つになりうるわ。そうであろう。私も興味を持った。彼女の物語も合わせて読むのだ。はいはい、仰せのままに。我が主、これでどうだ。見事です、親方様。第6のゲームの完成でございます。俺はゲームマスターってのはもっと好き勝手に物語を作っているものとばかり思っていたが、想像以上に骨が折れるな。これは複数の物語を描き、その表裏を合わせねばなりません。それにしても初めてとは思えない見事なお手並みでした。エリカ様もきっとこのゲームならご満足いただけるでしょう。あの探偵殿の好みに合うといいんだがな。しかし
ベアトを純粋に尊敬するぜ。よくあんなややこしい物語をあっさりと作ってみせたもんだ。あっさりとではありません。ベアトリーチェ様も深く深く悩み、物語を生み出しては矛盾に悩み、常にロジックエラーと戦われておりました。ロジックエラー？物語の表裏が合わぬこと、矛盾することでございます。これが生じるとロジックエラーと呼ばれる致命的な反則手となり、即座にゲーム版は破綻、崩壊いたします。魔女側が犯せぬ最大最悪のミスです。ベアトのゲームも何度かそれに抵触しそうになったのか？ゲームを生み出す際には常にそれと戦われておりました。特にバトラ様が手強くなられてからは相当の苦労をなさっていたようです。今回の俺のこのゲームはベアトに見せても恥ずかしくない敵かな？はい、それはもちろんでございます。ベアトはまだ目を覚まさないのか？ルールの擬人化から体を蘇生してもうだいぶになるはずだ。まだ目覚めないのか？3日ほど前にお目覚めになっております。バトラ様が第6のゲームの設計に集中されておりましたので、お知らせを控えておりました。申し訳ございません。そうだったか、あいつめ。だいぶ長いこと寝てたから寝ぼけてやがったに違いない。あいつにぜひ俺のゲームを見てもらいたかったんだ。いや、あいつに俺はゲームを見せなきゃならないんだ。俺が全てを理解したことをあいつに教えなきゃならない。ある意味これが第5のゲーム最後の謎だったわ。そうだ、バトラは真相に至ると同時にベアトに対する心象が大きく変わった。それはつまり、やはりお兄ちゃんとベアトには何かの関係があって、それを彼が防止していたと考えるのが適当なの？6年前にベアトが存在しなかったとも受け取れるし、6年前にはバトラと縁がなかったとも受け取れる。しかしいずれにせよ、バトラはその後6年間六軒島には訪れない。ベアトリーチェとお兄ちゃんはこの1986年10月4日が初対面のはず。なのにどうしてすでに確執があるの？さっぱり意味がわからないわ。第4のゲームでベアトがバトラに問いかけた後ろ宮バトラの罪に何かの鍵があろうな。その結果がベアトリーチェという存在なのかもしれない。その結果？お兄ちゃんの罪の結果がベアト？まるでベアトリーチェとはバトラの駒のようだな。6年前のバトラの罪、その罪で人が死に、殺すのはベアトリーチェ。全てが6年前のバトラの罪から連綿と続くと考えるなら、ベアトリーチェを生み出したのはバトラ自身。まるでバトラの駒のようだと思った。意味わかんないわ。お兄ちゃんが何かの罪を犯したとしても、少なくとも殺人なんかよりよっぽど軽い何かだわ。それに対する仕返しがこの大量殺人なのだとしたら、あまりにお兄ちゃんの罪と割が合わない。ベアトは親族たちを皆殺しにした。お父さんもお母さんもお兄ちゃんもみんなみんな、それに見合う罪がお兄ちゃんにあったなんて信じられるわけがない。罪は測る人間によって重さが異なる。バトラにとって防出できる程度の罪でも、ベアトにとっては6年を経てなお
一族を皆殺しにするほどの恨みを持つに値するものだったのかもしれぬ。まあ私もそれはあまりに釣り合わぬと思うし、そして何よりそんな相手だったら真相を知ったとはいえ、バトラがあれだけ親身になるとは到底思えぬ。その6年前の罪、これまでの物語のどこかにそれが隠されていたとでも言うのかしら。私はすでにある仮説を立てている。え、聞かせてよまだ話せぬ。もうしばらく私だけ答えを知っているかのような愉悦を楽しむことにする。続き読まないわよそれは困る。しばし耐え、もう少し続きを読め。私の仮説もまだ想像の域を出ぬ。確信を持てたらその時話すこととしよう。はいはい、我が主、私だって続きを知りたいわ。ベアトリーチェ、親方様、ようこそお越しを。ベアトリーチェ様がお待ちでございます。どうぞこちらへ。ベアトリーチェはどうなんだ？変わりないか？元気そうか？ええ、それはもうお元気でいらっしゃいます。親方様がおいでになるのをずっとお待ちでいらっしゃいましたとも。ええ、食堂にいるのか？飯でも食ってるのか？ああ、いいさ、何でも構わない。驚きますよ、ベアトリーチェ。
ベアトリーチェ。私に姿を与えてくださり、誠にありがとうございます。いいんだ。そんなのは、よかった。ベアト、俺は、お前の謎を、ちゃんと解いたぞ。なのに、それを伝える前に、消えちまいやがって。私はここにいます。消えたりなんかしません。やめろよ、そんな喋り方。本を着せるつもりなんか全然ない。とにかく、お前に謝りたい。そして語らいたい。何から先に口にすればいいかさえわからない。私がお父様に謝られることなど何もありません。私はただお父様のお役に立てればそれで幸せなのです。ベアト、ベアトリーチェはお父様のために生まれてきました。どうかあなたの力にならせてください。そしてお父様、第6のゲームの完成、誠におめでとうございます。だからそんな喋り方やめろって。うさんくさくてたまらねえぜ。この喋り方ではお気に召しませんか？部長法をどうかお許しください。お気に召しませんかってことはねえが、らしくねえぜ。やっぱお前はいつもの口調がぴったりだ。それよりベアト、一体これは何の冗談だってんだ？まさか大ベアトリーチェ様自らが手料理を作ったってのか？第6のゲームが完成されましたと聞き、ささやかですがねぎらいの席が設けられないかと思いまして。ベアトリーチェ様が、それはもう大層頑張られてお作りになられたんですよ。私は一切手伝っておりませんとも。これはどういうことだ？ですから。ベアトリーチェ様が親方様をねぎらおうと。お父様、第6のゲームの完成、誠におめでとうございます。必ずや宿敵フルドエリカに勝利することを祈願してこれを捧げます。気に召しませんでしたか？お前は誰だ？私はベアトリーチェでございます。お父様のために生まれてまいりました。違う。え？こいつは誰だ？ベアトじゃない。そして俺をお父様なんて呼ぶな。これはどういうことだ？